はい、ということでミーム C をやっていくのですが、今回は雑談動画、まあ、雑談がメインになってくるんですけれども、やらかしたメンバーがいます。やらかしてんじゃないのかっていうお話が出てきたので、取り上げていきたいかなと、思っております。久しぶりですね。こういう、要は、いろいろこう、リークが出てきたみたいな感じです。私目に、リークが、リーク、出てしまったので、これはもう取り上げないといけないかなっていうので、全員ちょっと初期値に来て、ここにいるメンバーとりあえず。どうも、パパラッチクロです。あれ、クロちゃんじゃないよ。動画班が悪いんだけど、シャルロットちゃんと、飯食ってる時に話が出たんすよ。この前、大阪のイベントがあったじゃん。で、大阪のイベントがあった時、夜、俺とシャルロットちゃんと、タヌキチとクロちゃんの4人で、飯行ったの。イベントの設営した後に飯食い行った時に、その時に、偶然その話になって、おやみたいな、これは取り上げないといけないかなっていうので、シャルロットちゃんちょっと、簡単に言ってもらっていい？結論から。もう俺から全部言った方がいいんだったら全部言うけど。カミングアウトって、俺はびっくりしたよ、この話を聞いた時。簡単に言うと、情報漏洩をした、アンポンタンが、今日来てる、撮影に参加してるメンバーの中にいるみたい。で、一から話していくわ。ラドンとかにはちょっと話しちゃったんだよね。その次の日また大阪で会ったメンバーでちょっと話しちゃったんだけど、本人は自覚してない。シャルロットちゃんが動画班に入るじゃん。実は動画班に入る前から、合格するんじゃないかっていうような情報が広まっていたみたいです。簡単に言うと、言ってる意味わかる？俺らでまず誰を合格させるかの話し合いしてるじゃん。だからその話し合いの情報を外部に漏らしてるアンポンタンがいたっていう。だからシャルロットちゃんはもう事前にその視聴者からワンチャン受かるみたいですよみたいな話を聞いてたって。俺らが発表する前にっていう話らしい。情報漏洩でしょ、確実に。これだから参考は。で、ことの経緯を話していくね。俺が聞いた話、シャルちゃん間違ってるっつったら間違ってるっつってね。俺が聞いた話は、まず、とある視聴者、誰とは言わない。とある視聴者から、動画班に入る前、視聴者時代にいきなりツイッターの DM で、仲良くしましょうって連絡が来たと。入ってないんだよ、動画班に入ってないんだけど、いきなり連絡が来たらしいの。で、仲良くなりたいですみたいな連絡が来たらしくて、その会話の中で、そのシャルロットちゃんがそのリスナーさんに、その今、ちょっと、リスナーさんの間に、シャルロットちゃんがもう合格するんじゃないかっていう情報が、を、聞きましたと。別のリスナーに。合ってるよね。で、聞きましたと。該当者いる人、今のうち名乗り出た方がいいよ。シャルロットちゃんがその視聴者、じゃあその視聴者は一体誰から聞いたのかっていう話になるじゃん。まずそもそも問題ね。で、そこの話をいろいろ聞いていくと、どうやら、元ブロフル海賊団の、メンバーの子らしいです。元ブロフル海賊団のメンバーの子から、シャルロットちゃんが合格するみたいですよっていうのを聞いて、シャルロットちゃんに多分 DM してるっていう話です。簡単に言うと。もうこの段階でだいぶ、今回ちょっとやらかしてる、アンポンタン、バカタレが多分出てくるんじゃないんでしょうか。大丈夫ね。大丈夫ね。まだ名乗り出ないんだね。じゃあ行くよ、このまま。継続していくよ。その話を聞いて、タヌキチとかいたわけよ。で、タヌキチはもう、この段階でそうです、ナオク。もうやっぱこれ、ブロフル組のメンバーの誰かになるじゃないかって。これどういうことかっていうと、ブロックスフルーツ海賊団、ちょうど今ミーム海賊団やってるけど、ブロフル海賊団の企画が終わった後、解散式した後、ブロフル海賊団を辞めたメンバー、合格できなかったメンバーと、既存のブロフル組は、新しいディスコードサーバーを作って、そっちで仲良くしてると。はい。そこは別に禁止しなかったんだよね。だからそこで、いろいろ多分仲良くしてるわけじゃないですか。今回、リークしたのが、多分ブロフル組のメンバーと。だから多分そのサバの中でいろいろこの問題は起きていますよねっていうことです。だから、そのタヌキチが、誰がその視聴者に漏らしたかっての知ってるから、その今動画班じゃなくて、その視聴者同士の中でね、その視聴者が、その聞いた視聴者、視聴者の視聴者だよね。わかる？ちょ難しいな。シャルロットちゃんが視聴者にその話を聞きました。じゃあその視聴者はなんで知ってるのか、元ブロフル海賊団の子に聞いたから、じゃあその元ブロフル海賊団の子に、タヌキチが連絡をしたんよ。タヌキチは知らんかったらしくて、連絡をしたら、出ました。その話をチャット上じゃなくて、VC にいる時に聞いたと。だ聞いたから、それを外部の視聴者とかに言ってしまった。で、言ったことによって、それが視聴者間に広まっている。合格発表する前に。ということです。まず犯人はブロフル組
プロフル組の中の確か、プロフル組誰がいるっけ ?4、5人ぐらいいるよね。その中の誰かで、もう聞いてます。その VC には、とある動画班と、とある動画班の2人がいましたと。その2人のうちの、まあ、1人が犯人だよねと。もうその名前も聞いています、もう。名乗り出てないけど。はい。ということで、船を下ろすか。だから言ったのに。俺事前の話し合いの時にもね、情報漏洩はダメだよってこれ外部に漏らすと冷めちゃうから、絶対に視聴者さんとか外部の人間にちゃダメだよ。ブロフル海賊団のディスコードサーバー作るけど、そこはそこでプライベートで仲良くするようのためであって、ね、動画班の中の情報は出しちゃダメだよっていうのは口酸っぱく言ってるんですけど、はい、もう視聴者全員に、漏れていたという話になっています。すいません、名乗り出ないんですか？大丈夫？ブロフル組来てくんない？ちょっと一旦。誰がいるっけ？ブロフル組。あ、ヒョアンセ、リトンタン、タヌキチ、スワンコ、ビーンか。ビーンはでも違う。ビーンは後から入ってきてるから違うか。ぐらいか。あれ？そんな少なかったっけ？誰だっけ？ってもう、昔すぎて覚えてないんだよね。誰ですか？言った方。まず、覚えてるか？多分この、シャルちゃんそれどのぐらい前の話？これ。何ヶ月前の話？やっぱそうじゃない？動画班としてさ、やっぱ外部の人と関わろうとするとこうなるっていうことがよく分かったくない？俺がさ、念入りに言ってたじゃん。プライベートで遊ぶときはアカウント分けてやった方がいいよみたいな。だから俺は念入りにアカウント変えたりとか、名前変えたりして、プライベートの人間と遊ぼうねみたいなことは念入りに言ってたじゃん。で、やっぱり、そのブロフル海、元ブロフル海賊団だから信用して、俺ら動画班の内部情報かなんか、言ってもいいよね、みたいな感じのことを多分思ったんだろうね。だから、その安心しきって言ったら、その元ブロフル海賊団の子が、視聴者に多分言いふらしてんだろうね、多分。っていう感じの流れっぽいんですよ。6月上旬だって、2ヶ月前。うん、2ヶ月前の話が今出てきたっていう。今本人震えてんでって。はい、じゃあもういいね、言いますよ。今回タヌキチがリークした張本人と動画班じゃないんだけどね、名前が出た2人、言いますよ。1人目がヒョワンセです。覚えてない覚えてないって言ってるけど、1人目がヒョワンセ、2人目がスワンコですね。はい、こちらの2人がVC にいたと。あとは元ブロフル海賊団のメンバー、私含めた元ブロフル海賊団メンバーでしたと。はい、いうことでした。リトンタンはいなかったみたいですね。VC いただけだからね。まだ助かる可能性はある。おい、ヒョワンセ、お前覚えてねえのか？おい、2ヶ月前から3ヶ月前ぐらいの多分 VC でチャットには履歴残ってなかったんだって。タヌキチがチェックしたのは、その元ブロフル海賊団メンバーのチャットのログを漁ったんだけど、チャットは出なかったって。だからもう口で喋ってるんよ。合格確定とは言ってないらしい。なんかもうシャルロットちゃんが合格するっぽいよみたいな感じのニュアンスだったらしい。それでタヌキチから DM 来てるんだよ。いや、違う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 。元ブロフル海賊団のメンバー。シャルロットちゃんが、全く関係ないリスナーから仲良くなりましょうって連絡が来ました。で、その話をいろいろ掘り下げていくと、シャルロットちゃんが合格しそうですよっていう話が出てきたと。シャルロット視聴者、元ブロフル海賊団、ヒョワスは。ヒョワスまず覚えてる ?2 ヶ月前。元ブロフル海賊団メンバーで話したの。覚えてる？怖いよね。2、3ヶ月前で VC でポロって言ったののリークが出てんだからね。覚えてない。スワンコとヒョワンセがいたって。ごめん、これ何の話？外にいたからね。もう一回言おうか。スワンコくんとヒョワンセが、今のブロフル海賊団のサバがあるでしょ？そこの VC で、シャルロットちゃんが事前に、合格するかもよみたいな。合格する的なことを言っちゃって、それが視聴者間に今広まってたっていう。合格する前からシャルロットが合格するみたいな情報が出回ってたっていう。スワンコくんなんか話した覚えある？ VC で。まあ、バンするかしないかは言った後にして、まあ、悪意はないんだろうね。マジで覚えない。悪意はないんだろうね。本当に。全くないんだろうね。いや、だから覚えてないんでしょ。なんか本当に、ボロって、ブロフル海賊団仲がいいから、その時にボソって言っちゃって、そのブロフル海賊団の子がもう視聴者、多分視聴者がいるサバみたいなところで言っちゃったんだろうね。怖いね、本当に。ということです。まあ、覚えないらしい。
え、これ動画どういう処置にするこれ。まあなんかバンするほどのリークじゃなかったから良かったんだよ。だから別にガチでやばいイベントの情報とか本名とかなんかそういうのだったらもうやばい、やばかった、マジで。もう本当にまあシャルロットちゃんが合格するかもよぐらいのニュアンスのリークだったらしいから、まあまだこれで済んだんだけど、え、これどういう処置にする、これは難しいところなんだよね、この処置の方法が。まあ、本人たちは覚えてないって言ってる。あの議員さんと一緒だね。やっぱさ、うん、こういう時のけじめってプロフルでもなんか縛ってた。あー、なるほど。あのゲームで縛るみたいな。はいはいはい、なるほどね。だからまあそういう感じのなんか縛り条件つけるか。あとさ、何弟くん、8月中にできるかが分かんない、あれが。あー、新しく作ってるマップ。あー、それは何、景観とかで足りてないの？例えばあのサンゴパイセンがあのゲームばっか遊んでてっていうわけじゃなくて、もうそもそもの人手不足ってこと？それもそうだけど、じゃあダメじゃねえか。なあ、サンゴは別の罰が必要。あのさ、俺もう8月中にマップできないとやばいんだよ、2人。え、マジでやばいことになるんだよ。だって動画ハンターアニメのアップデを止めたんだよ。8月一番盛り上がるタイミングでやらないと、頑張らないといけない時期にストップしてんだよ今。できないとシャレになんないんだよ、2人。いやね、まあじゃあスワンコやるしかなくない？強制参加じゃないこれ。やらなかったらばんじゃない？ってどうした、クリプタイムさ。おびくりどうしますかって。たぬきち軍団の OB クリエイター企画もあんの。え、直近の参加率教えてくんない、クリプタイムさ。スワンコの直近の参加率どんなもんなの？自分は 100%、 あ、そうね、クリプトンハヤブサが来るのが 100% とするとどんぐらいなの？前リリチョウさんが言ってたところからは、あー、ほぼ来てるんだ。それはひょ合わせでいいじゃん。じゃあ OB クリエイターはスマホでできるじゃん。ひょ合わせにやってもらうのってどう？スワさんが、はい、何？画像を持ってこれる。あー、だから画像を持ってくるのをスワンコ、作るのをひょ合わせでいいんじゃないの？じゃあで、スワンコは弟三号、なんで弟三号マップのケツボチをやるんだって話だけどね。まあ別に弟三号の手伝いをなんで今回の件でやらせるんだって話もなるんだけど、まあそれでもいいんじゃないか。でもさ、流れ的にスワンコじゃないの？もう情報漏洩ったらスワンコだよ。なんかさ、でもなんか流れ的にさ、まあ VC で喋ってるわけじゃん。VC で喋ってる時大体言うのってスワンコなんじゃないの？ねえ、前科持ちのスワンコくん。ねえ、今なんか聞いた話、まあ裏で話してる話だったら、多分なんかシャルロット受かりそうなんだよね、みたいな。巨安世がなんか、シャルロットちゃん合格しそうなんだよね、みたいなこと言わなそうなんだけど。言うわけない。だって、巨安世からそんな言葉出ないでしょ、まず。だから、もうしれっとスワンコが、その元ブロフル海賊団メンバーに言っちゃったのかなっていう気がしてる。だからまあ自覚がないんだろうね。もう悪意があって言ってるわけじゃないから。まあまあ今回はまあ一応不問とはするけど。それか今までの内容は全て捏造。ああ、もうシャルロットが全て捏造？タヌキチも本人に確認取ったけど、あの一番流した張本人のブロフル海賊団のこと言ったけど、あ、そうなの？あ、もうシャルロットが潰そうとしてる？あ、そうなんだ。もう鼻から？じゃあだいぶ腹黒女だよ、それやってたら。シャルロット側のメリット一個もなくねえか、それ。ということだから気をつけて。多分あなたさ、多分他にもなんかいろんな画像が出てきてて、別のサバ、なんか視聴者とかがいるサバかなんかに自分いますよみたいな、あのディスコードかなんかのメンバーリストのなんか流出も出てるよ。俺に送られてきてるよ。気をつけてね、スワさん、本当に。念入りに。あ、違うのかな？じゃあもう今は違うのかもしれんね、じゃあ。あ、じゃあ今は違うのかもしれん。昔のやつかもしれんね、その画像は。でもあるから、あと多分今後、今この話が出た以上、今多分ブロフル海賊団で、どう、ひょうあせ、ブロフル海賊団で今この話なってる？どうブロフル海賊団で犯人探し始まってる今。いや、だからブロフル海賊団のせいだよ今回。スワンコがそうで、だからブロフル海賊団サバで問題起こすなよって念入りに言ったけど、今回ブロフル海賊団サバで起きてるよ。もうその内部崩壊しないといけないよ、これは。あの、誰かが責任取らないといけないよ、これは。だって、ブロフル海賊団内の情報が視聴者間に漏れて、視聴者で結構シャルロットが合格してるみたいなのを知ってるわけだからね。これはブロフル海賊団サバを運営してる側の責任だよ、これって。俺らの最重要機密情報を漏らしてるわけだからね。これ、ちょっと気をつけないといけないですよ。自覚がなかったとしても。はい、ということでした。かな、クロちゃん大丈夫？それで。クロちゃんがね、頭抱えてたよ。シャルロットと俺とタヌキシとクロちゃんの4人食ってる時、この話になった時、クロちゃんが頭抱えてた。うん、本当に。もう、マジかー、みたいな。
声想像できる。いやーやっちゃったねーみたいなこと言ってた。毎回ねこういうブロフルのね企画始まったりとかさ、まあ、今回ビームシーだけど、毎回こういうなんか暴露系の情報が出回るんですよ。なんかわかんないけど、だから気をつけてくださいね。昔からこうその名前で視聴者と関わってるみたいなそのサバがあるのはみんなマジで気をつけた方がいい。マジですぐ出る。だからこの動画を上げたことによって多分出るよ。え、僕もそういうこういう話を例えばルカサワチッチから聞きましたよみたいな、来たらお前終わりやぞ多分。あらあらって終わるぞ全部。罪は重いよマジでっていうのがあるから気をつけてください。マジでスワンコヒワス、お前気をつけろよ。お前ネットの人を信用すんなよお前マジで。動画班の情報は動画班だけにしとけよ。いくら元ブロフル海賊団といえば今回出てしまってるわけだからね、視聴者のところに情報が。もうその段階でもアウトだしね普通に。おびっくりしつつ三号弟に呼ばれたら強制参加。スワンコくん いかなる状況でも強制参加いいね。で1ヶ月後に聞きましょう。弟3号に聞いて、ちょっとどうだって、ひょわんせは、おびくりでしょ？ひょわんせは、おびくり。だからさ、クリプトン、ハヤブサが、たぬきちに見てもらうわ。だから2人が多分今回、いたわけだしね。止めればよかったわけだしね。2人とも。どっちが言ったかわからんけど。だから1ヶ月後にちょっと、最終的な処置、本当にやめさせるのか。俺はやめさせるってやめさせるから、本当にやめさせるのか、反省して、こう、構成するのかどうかは、ちょっとまたいろいろ、また1ヶ月後動画撮っていければいいのかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上です。お疲れ様でした。